午後4時前、筑区中谷町目の中田北交差点で車道に人が倒れていると通行人の女性から通報がありました。警察官が駆けつけると交差点の中で70歳くらいの女性が倒れていましたが、頭を強く打つなどしていて、その場で死亡が確認されました。また、女性が倒れていた現場からは南に向かって100メートル以上にわたり、 女性が車に引きずられたとみられる跡が残っていることなどから警察は引き逃げ事件として逃げた車の行方を追っています現場は地下鉄今池駅から東におよそ400メートルの交通量の多いエリアで警察は目撃情報などを探しています